皆様こんにちは、こんばんは。てるてる百貨店になります。今日はね、プラモデルレビューをしたいかなと思います。買ってきたのはね、食玩になりますけど、こちらね、戦艦ヤマトの追憶という形でね、こちらの食玩が売っていたので、購入させていただきました。ラインナップはね、これ、1、2、3、4あるんですけど、4パターンあるんですけど、その中でね、この、この艦艇っていうんですかね、艦艇があって、台座の上に乗っかってるバージョンと、あとこの船の上にね、こう乗ってるバージョンですかね。はい、これの2種類あるんですね。なので、1、2、3、4、5、6、7、8と、8通りありますという形になります。で、こちらね、戦艦ヤマトの追憶になってるんですけど、この04番だけね、空母シナノって形で、こちらだけね、ヤマトではない形になります。あとはね、123はヤマトのね、なんとかの時って形でね、1号作戦時とかね、天1号作戦時って形でね、これはね、年代が書いてありますね。じゃあこちらね、開けてみていきましょう。はい。すでにパッケージの方は、封開けしてあります。あとガムの方はね、ちゃんとね、美味しくいただこうと思っております。はい。じゃあこんな形で、内容物、梱包物の確認になります。まず説明書が入ってますね。はい、こんな感じでね、戦艦ヤマトの追憶、戦艦ヤマトのね、ことが書いてあります。はい、もうこちらに番号出てますね。03番、天1号作戦時という形になります。年代がね、1945年の時のヤマトの、ものが当たりました。しかもね、これ2種類ありますね。艦艇があって台座があるやつと、水にね、海に浮いてるバージョンと2種類あるんですけど、説明書的にはね、はい、後ろにあります。こちらですね、台座がついております。はい。で、あとはね、この、ヤマトのね、船の上の、設備がね、作り方が書いてあります。はい、ということで、当たったのはね、この台座がついてるバージョンになります。ちょっとこれも開けていきましょう。はい。こんな感じですね。はい。1945年戦艦ヤマトという形で台座がついております。私的にはね、実はこの船に浮いてるやつではなくて、こっちのね、艦艇がちゃんとあって、船底があって、下にね、台座がついてるやつが欲しかったので、まあ、ただあとはね、これ91年、94年ですかね。95年、あと、1941年、1944年、1945年ってあるんですけど、まあ、一番最後のね、45年が当たりましたので、じゃあこちらね、作っていきたいなと思っております。で、まずね、船の底に関してはね、はい、こんな形で、もうすでにね、塗装の方はされております。こっちがね、船の甲板ですね。甲板の部分も、すでに色が塗ってあります。はい、こんな感じですね。で、あとは、甲板の上の設備ですね。ランナーが3つあります。これね、手法とかが、手法っていうかね、はい。大砲がいくつかあるんですけど、これはね、結構細いランナーなので、ニッパーでそのまま切っちゃうとね、場合によったら折れる可能性があるので、取り扱いが必要です。あとはこれ船の底のね、はい、モーターというかね、はい、下の船の底の部分のものですね。あとはこれがね、戦艦ヤマトといえばね、この3門のね、大砲ですね。これが2つありますからね。はい、これも作っていきたいと思います。かなり部品がちっちゃくて、はめ込みもね、非常に厳しいので、私に関しては、
一応あの家族に迷惑かけないようにこのオレンジですね、オレンジの香りの接着剤、こちらを使っております。はい、これね一応ね流し込みができるようなねこういうハケのタイプなんでね、極力ちっちゃいのでね部品が極力接着剤はね少量にして、まあ、流し込んで、パーツをはめるといった感じになりますね。あとはね、ピンセットですね。かなり、パーツが細かいので、ピンセットも必要になります。あとはね、このニッパーね。ニッパーも先ほど言った通りね、この辺のね、アンテナ部分、細かいのはね、多分そのままこれニッパー入れてバッてやっちゃうと折れちゃうので、まあ、ちょっとね、周りの枠をね、慎重に切りながら、つけていく感じになります。まあこれ非常に細かくてね、こうもうあの細かい作業になってしまうので、じゃあ一旦カメラストップして、作った後にもう一度、完成品を見せていければと思います。じゃあ制作に入ります。はい、それでは完成したので見ていきたいと思います。こんな感じですね。はい、こんな感じになってます。あとね、反対ですかね。反対がこんな感じですね。上からです。あとはね、下ね。下も、こんな感じでね。スクリューの方も、左右ね、対称で。で、しかもね、ここはスクリューに関しては、金色というかね、銅色というか、そういった色で作られております。はい、こんな感じですね。こんな感じです。はい、こんな感じで作られております。大きさ的には、一応これ商品の箱とね、比較なんですけど、商品の箱とね、だいたい同じぐらいで、こちらね、メジャーというか物差しでいくとですね、だいたい全長がね、14センチぐらいですね。はい、こんな感じですかね。14センチぐらいの全長になります。はい。まあ、結構ね、細かい部品があるのと、食玩だからってわけじゃないんですけど、結構ね、ちょっとこういったところの部品がね、一応パーツをこう差し込む穴はあるんですけど、結構ね、差し込んだ感じね、ちゃんと入らなかったりとかしてね、しょうがないんで、結構ヤスリかけたり、ニッパーでね、調整をして、結構ね、接着剤で、まあ、こういうところ、細かいところは、接着剤で止めましたという感じですね。はい、いう感じになってます。やっぱりね、戦艦ヤマト、こちらはね、こういう軍艦好き、あとはね、こういった、フィギュア、プラモデルが好きな人にとってはね、やっぱりね、こういうね、ロマン的なものを感じる、商品ではございますと。ちょっとこの辺のちっちゃい砲台はね、すべてこれはもうこういった、形になってますね。こういうね、3門のね、方針だけ、この辺だけが後付けって感じですね。はい、以上となります。こんな感じでね、私の方で、食玩ですね。食玩の開封レビューをして、実際に作ったものを、レビューしておりますので、よろしかったら、チャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画良ければ、高評価の方をお願いします。まあ、こんな感じでね、いろいろやっておりますので、引き続きご視聴いただければと思っております。以上となります。てるてる百貨店でした。バイバーイ。